平井弘明のワンナップゴルフ。シャフトの選び方ってとにかく重要ってことなんですよ、本当に。であとね、ヘッドバランスって多分皆さん聞いたことあると思うんですけど、 D2 ですよ、単純に D1 ですよとかって言っても、シャフトの重さが軽くて D2 にしたら、例えばじゃあレディースクラブを D2 にしたらとんでもなくしなっちゃうわけよ。物が軽いければ絶対ヘッドバランスも落とさなきゃいけない。だからだいたい300前後は D2 ぐらいでもいいけど、290切ってくると D1、D0 ぐらいじゃないと本来のシャフトのしなりってしないんだよね。そうだから何でもかんでも D1、D2 とかじゃなくて、必ず総重量だったりシャフトのグラムによって、あとクラブの長さもそうだけど、バランスって変えていかないとそのシャフトのね特徴が出なくて、そういうそのヘッドバランスとのマッチングもやっぱすっげえ大事になってくるね。あとはフレックス、硬さがやっぱり硬ければシャフトが軽くてもヘッドバランス上げていかなきゃいけないし、しなりの問題で、だその辺がねはっきりいろいろ分かってくるとクラブセッティングが迷いはもちろん減ってくる、うん、基本的な考えっていうか当たり前のことって言っちゃったら失礼だけど、基本的なことはしなれば飛ぶ、しなれば飛ぶし、長けりゃ飛ぶってものじゃない、キックポイントは難易度関係ない、そういうことが言いたかったな今回。あとシャフトそもそもの役目は芯を食わせるかどうか、うん、それが分かってるだけで結構変わってくると思うんだよね。だから今まで手元上司、俺手元上司は難しいって育ってきた子だから、そういうのが吹っ切れただけで、あ、手元上司にも踏み込んでいいんだっていう考えが、もしかしたら見ていただけてる方の中で一人ぐらいはいるかもしれないのよ。そういう方が一人でもいてくれたら嬉しいし、だから先調子は球が軽くなって優しいんだって思ってた人が、いやスイングテンポ早いんだから会えば球は強くなるんだって思ってくれた人が一人でもいてくれたらいいんだよね。そうだから何か誰かに埋め込まれた固定概念というか、そういうことが一つでも省ければ頭の中からよりいいものに出会えるんだよね。でも決めつけがあるとなかなか出会えないから、絶対絶対合わないでしょっていうものを打ってみるのもすっごい大事、うん、重さだったり。だから今まで例えばヘッドスピード40ぐらいの方が7の X とか6の X なんて絶対お前やめろよって言われてきたかもしれない。だけど打ってみたらいいことってあるのよ。いや意外にいいじゃんと、無駄な動きしないから、硬いから、で多少飛距離は落ちてもすげえフィーリングいいんだよね、それでいいんですって俺は言いたいのよ。そうだから何がダメとかいいとかっていうよりも本人だから、そう、それがねすごいやっぱり分かってもらう。だから自分の世界で考えてほしいの。そう周り巻き込んで意見をもらうのは大事だけど、最終判断は絶対自分の世界だけで答えを出してほしい、うん、じゃないと絶対巡り合わないから、うん、だから俺ちなみに今ヘッドスピード45、6、7ぐらいでドライバー5の S とか使ってるけど、別に8の X とか4の R とかでも打てるわけよ。ただクラブの性能を知ってるから、その性能に合わせてるから打ててるっていうのもあるのよ。今の単純に 5S のスイングを全てのシャフトにして合うかって言ったら絶対合わないから、重かったりもちろん軽かったり、振り遅れ振り急ぎ両方あるから、だからそういうのを含めていろんなシャフト打った方がいい。これなんか SL4 っていうレディースだよね、うん、グラファイトデザインの SL4、 これなんかはもう何、うちの母ちゃんレベルだよね。へえ、何で持ってた、こんなの。いやこれね、練習で自分のヘッドに入れて打ちたいなと思ってたの。でもそっからね10年ぐらい経ってんのかなそうだからこれすごいやりたかったんだけど、それよりも自分の調子が良くなってきたんで、やんなくてよくなっちゃった。そう結構あんなんですよね。どっちのアイアンスチールシャフトに悩んでる人が多いのか、もちろんドライバーの飛距離も含めてカーボンシャフトの方に悩んでる人が多いのかって言ったら、多分ねカーボンシャフト、ドライバーのシャフトに悩んでる人の方が圧倒的に多いと思うんだよね。うん、本当はスチールアイアンも悩んでるけど距離が出ないし、まあなんとかなるからって言って目をつぶってる方が多いっていうのも現実だと思う。うん、本当はアイアンの方が大事で、ドライバーなんか逆を言えばある程度飛んでくれるんだから何でもいいっていう方がいい。アイアンは前も動画でもね何回か言ったけど、ドライバーってワイドに打つじゃない、アイアンってターゲットに打つじゃない、だからアイアンの方が本当は大事なの、狭い方に打っていく方が。そうだから本当はアイアンをもっと大事にしてくれたら絶
対スコア伸びんの。もう俺結局ドライバーだけレディースで、うん、アイアン今のセッティングでも多分スコア変わんないけど、うん、逆だったらスコア変わるもんね。ああドライバーを完璧に仕上げて、うん、アイアンおろそかだったら絶対スコアになんないもん。それぐらいアイアンウェッジの方がもっともっと大事にしてほしい、シャフト選び、うん、ある程度純正の S でいいの。ヘッドスピード40ぐらいだったら、うん、ドライバースプーンなんかはもう純正の S か SR か R で十分、全然そこまで大事じゃないから。ドライバーって飛びゃいいから、飛びゃって普通にポンって浮いてくれればいい。でもアイアンって違うから、やっぱりしつこいけどアイアンの方が慎重に選んだ方がいい、シャフト。それはもう絶対だな。 なんて言われようとそうだと思う俺は、うん、特にショットを大事にしてきたタイプの方だからそう思っちゃうのもあるけど、でもどう考えてもそうだなと思う。そうだね、うん、だから一番大事なのはパターだし、うん、その次にそこに近づけるアイアン、うん、である程度アイアンが打てる場所に飛んでくれればいいドライバーっていう順番で、こう重要な順番が決まってくるかなって感じするけどね、うん、だからコントロールしたいのか飛ばしたいのかっていうことで、結局アイアンは飛ばしに行かないだろうから、より自分の中でコントロールがいいアイアンのシャフトを選ばなきゃいけないって言ったら、タイミングがめっちゃくちゃ、この振動数が遅いシャフトを選んだ方が絶対いいから。振動数が速ければ速いほどボールは散りやすいから、うん、ある程度スイングのタイミングの速さにもよるけど、うん、でもやっぱりアイアンってシャフトの長さが短いから、うん、振動数速くするとめちゃくちゃ速くなっちゃうんだよね。短いから、ね、そう、そんな速くタイミング振る人ってあんまり俺も見たことないから、うん、やっぱり遅くてタイミングがチックタックチックタックってちゃんとリズムが取れるリズムのしなり方をしたシャフトの方が絶対いい、うん、だから NS プロの今俺が使ってる P13 なんかめっちゃくちゃいいシャフトだから。そう、あれいいね。あれいい。トール君もめちゃくちゃ好きよね。当たるあれ不思議だよね。だってさ、じゃあね、俗に言うそのトール君が今まで使ってた NS950 の方が柔らかさも柔らかいし S だし、で重量も軽い 96g とか、なのに今 X で 118g の方がバッチバチ結果的に当たってるじゃない。そうだからね、シャフトなんですよ。だから硬さ重さじゃないの、そう、振りやすいシャフトが一番飛ぶっていうか合うインパクトに。そうだから多分一番戻ってきてんじゃない、 P13 が。多分そうなんだと思う、うん、だってね、スイングこういじってるわけじゃないし、うん、単純に自分の振りたいように全クラブ振ってるだけじゃない、うん、それであんだけ差が出るってないよね。だから一番トール君が証明してくれてるかもしれない。こんだけ俺喋ってるけど、そう、それは撮ってないから。そう、撮ってないの、撮ってないの。そう、だああいうものって見るとあ、やっぱりなと思うわけよ。そんな軽いから、いや柔らかいから優しいじゃないんだなって、うんうんうん、シャフトはこんな感じかな。あとは個人的にご質問にお答えしますんで、ちょっと登録した腕筋肉痛になっちゃってカメラ撮ってるんで。そうなんで、一応そのクラブ部屋潜入第2弾ということで、またクラブ部屋に戻ってきましたけども、今回シャフトの、まあ、種類だったり特徴など、あとちょっと小ネタをですね、いろいろお話しさせていただきました。もちろんシャフト今現時点で悩んでる方とかいらっしゃると思うんですが、もちろんショップの方なんかも聞いていただくと結構参考になるようなことを言っていただけることがあると思うんで、悩んでるクラブがあったらシャフトのことを聞いていただいたり、あとはワンラップゴルフの公式 LINE の方にメッセージいただければ何かしらお返しさせていただきますので、あんまり深く悩まずですね、こういう感じのシャフトがいいんですけど何かおすすめありますかとか言っていただければ 2,3 個チョイスしてなんかピックアップして送りますんで、本当に楽しくやることが大事なんで、もちろんクラブを選んでこうシャフト交換したりするのも楽しみの一つです。なんで悩まずに楽しくやってみてください。では今回のシャフトの動画ですね、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。青木さんのシャフト自慢しなくていい。これさっきのこれでもすごくないですか。これ青木さんのシャフトってすごくない。すごい。世界の、どういうことだろう、世界の本物、もちろん本物、そのまんま、そのまんま。あのね、俺このシャフトをすごく使ってたのよ。あ、そうそうそう、ちょっと S と X フレックス違うんだけど、この P75 ってやつを使ってたのよ。あ、こっちね、うん、うん、そうで、これをその藤倉シャフトの方に
言ってお願いしてたら、この今その欠品してるってわけで、でもすぐ欲しかったのこの黒の方ね。したら今ないんだよねって言われて、あ、青木さんのだったらあるって言われたのそれまずくないですかっつって、でこれじゃあ青木さんに出すやつをもらったってこと？それか残っててストックが青木さん用のはいっぱいあるから、それ1本だったらいいよっていう感じで。じゃあ本当に青木さんのだった？そうだって絶対入れないもん。もしかしたら同じイニシャルの人かもしれない。いやそれはないからそう、あの青木さんこの色も使ってた、この色がないから売ってない、売ってない、売ってない、この色がなくて、で青木さんのだったらあるんだけどって言われて、え、いいんだったら僕それがいいですって言ったの最初いいんですかって言ったんだけど、そうだよね、そう、それでこれをいただいて、そうずっとこれ使ってたね。これだからこのシャフト自体すごいいいのよ、もう本当にまったり系で、なんかねめっちゃくちゃ動かないシャフトですごいいいしなり方するんでね。それのドライバーなんかもこの661の方、これもだから同じカラーで黒シルバーで P65、 こっちは、うん、この P ってすごい良くて、そうで、これの確か N ってやつが N65 とか N75 ってあって、その N っていうのはこうピンピン系なの、そうで、これ P っていうのはこうまったり系、そう、これすごい良くて、結構でもそのワンナップゴルフツイッターやってて、ツイッターとかでいろんなの拝見させてもらってんだけど、最近やっぱ軽型が流行って、なんか5の TX とか5の X とかめっちゃくちゃ少ないのかもしれないけどいるんだなと思って、TX って相当だよと思うけど、ぬかがなんか TX 使ってたのね。そう、その時日本一だったし飛ばしね、うん、それクラスがいるんだと思って。でも動画載せてる方がいて、でもちろんもうドラコン並みの人もいれば、その俺がたまたま見た5の TX とか使ってる人は、え、230ヤードぐらいっていう感じのスピードだったわけよ。だから相当効率がいいんだなと思って、で俺の先輩なんかに、すごいですよこの方300ヤード以上いくらしいですよって言って動画見したら、え、220、30ぐらいじゃないの、だから相当効率いいんですねっていう感じ。だってそうでしょね、そういうことでしょ。だってスピードはそう見える。だからあれかな、とんで曲がらないドライバーの動画でプロは振ってるより見えない。そうだからそれぐらいクラブがうーんって動いて、で軸がしっかりしてるから振ってるより見えない、そうしかない。あのスピードで300いく、だって俺だってドライバーで歯食いしばって相当肩から湯気出して260ぐらいだから、だから多分相当パワー、だから一言羨ましい、めっちゃくちゃ羨ましい本当に。だからそういう人なんかももっと、もちろん今シャフトがドンズバってんのかもしれないけど、例えばもうちょっと違うシャフトをやってみたりすると面白いかもね。だってそんだけパワーあんだからわざわざ5にする必要もないと思う。もうちょっと重さを利用してガーンって飛ばしてあげた方がもっと球に勢いが、そうだから自分がね打つボールの重さは絶対変わんないから、より強い衝撃を与えてあげられた方がいいかなと思うけどね。50以上ヘッドスピードがあるんだから、逆に軽いとねこう振ってる感がなくなっちゃうんじゃないかなとも思うけど、その辺はね余計なお世話かもしれないんでいいですけど、試しに打ってもらうといいかもしれないですね、うん。こんな感じかな、シャフトは。トール君がスイッチ切った10分15分後ぐらいに、ああこれ言っておけばよかった、あれ言っておけばよかったって必ず出るんですけど、もう切れないんで今回はもうこれぐらいでお腹いっぱいにしときます。もうトール君筋肉痛になっちゃうから、こういう動画撮ってっていう、もう本当漠然としたご質問でもいいんで、お願いでもいいんで、なんかあれば送っていただければそれ優先させて撮らせていただきます。結構ちょこちょこ動画だったり公式 LINE の方でリクエストいただいてるんで、そういった方優先で動画今後も撮っていきますので、よろしくお願いいたします。こういうアドバイスとかですね、スイングもそうなんですけども、ちょっとでもこういいなと思ったりしたらですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ちょっと面白いなとか思ったらグッドボタンもですね押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。